こんにちは。ここからスポーツをお届けします。今日は秋山さんです、はい、よろしくお願いします。さあ、ホークスは昨日今日と2連勝でした。もう見どころ満載のシーンがいっぱいありましたので、早速その試合の模様を見ていきましょう、はい、どうぞ。おととい、楽天の先発は試合前の時点で防御率1点台の田中将大。1回2アウトで打席には田中と同学年のギーター。バットの先当てただけか、しかし意外と伸びていくぞ、意外と伸びてライト下がってくる、フェンスを越えるのか、入った入った、入りました。右手1本で拾った打球はテラス席へ。キャプテンの19試合ぶりのホームランでホークスが先制します。その後逆転を許しますが、この日は打線が絶好調。次のボールに君は投げました、打ちました、いい当たりだ、右中間だ、伸びていくぞ、センターとライトが見送ったぞ、入りました。5番に入っているジョーカー牧原大成が逆転スリーランを放つと、6番グラシアルも続き、今シーズンチーム初の2者連続ホームラン。さらにグラシアルは次の打席でも、これも右方向、いい当たりのライナー、低いライナー、伸びていくぞ、伸びていくぞ、それはホームランテラスに入りました。こちらも今シーズン初の2打席連続アーチと、もう勢いが止まりません。7回には中村晃がライトへ2号ツーラン、怒涛のホームラン攻勢で楽天を突き放したホークス、3連戦の初戦を快勝しました。そして昨日も先制点はこの人からでした。カーブ打ちました、センターへの打球、待って打ったぞ、溜め込んだ打球、センター下がる、見上げているぞ、スタンドに入りました。2試合連続の柳田のホームラン、うまく溜まって打てたと2試合連続の先制アーチ、チームを勢いづけます。先発の大関は安定感抜群のピッチング、8回を投げて打たれたヒットはわずか1本、無失点と素晴らしい投球でリードを守り抜きます。1点差の9回、守護神モイネロがマウンドに上がりますが、2アウト満塁の大ピンチ。あー、ここで痛恨の同点タイムリーを打たれ、試合は延長戦に突入します。それでも延長10回、途中出場のシュート、ライトに上がった打球、シュートの打球、ボールの右か左か、入れば、サヨナラのボールが内側に入った、ホームラン、すごいじゃん、サヨナラだ、自身初のサヨナラホームラン、チームも今シーズン初のサヨナラ勝ちで首位浮上です。いや、もう頭真っ白でした。慣れてないんで、はい、もう頭真っ白でした。明日からもしっかり勝ち切って周囲を守っていきたいと思います。明日からも応援よろしくお願いします。いや、気持ちのいいもうこの2試合でしたよね。はい、そして気持ちよく順位表を見ておきましょう。ホークス、はい、首位にまた浮上しました。やりました。これはいいことですね。で、秋山さんにやはり聞きたいのが、はい、昨日おとといと2試合連続ホームランを放った柳田選手、不調の時とこれ何が一番変わりました？状態が良くなってきましたね。本当こうジャイアンツ交流戦のジャイアンツ戦の時ね、結構ボール球をね追っかけていってですね、打てない球はやっぱ打てないんですよ、ホームランとかは。でそれをがだいぶこう打てる球を打てるようにこうなツーストライクまでね、はい、結構狙うようになってきたし、あとねしっかりね軸回転がこうできるようになって、軸回転っていうのはこう回転でバットっていうのはこう回しスピードを出すんですよ、はい、この部分を腰の部分がね、はい、特にここは。だこれがやっぱりボール球を追っかけてくると軸がこうずれてくると、今度は斜めになると回転しにくくなっちゃうんですよ、うん、そしたらもう上だけで当てるバッティングになってきてるんで、それが腰のこのねこのベルトの部分がねすごくゴーンってこの部分で綺麗にこう多分打ってる人たちはみんな多分そうだと思う、ホームランみたいな。なるほど、それができる。ここがねちゃんとこうキュッてこう回りにくい。これがこれがこう回りにくいですよ。こうじゃあもうこれ本人も一番気持ちも楽になっているでしょうから、これからホームランまた増えてきそうですね。状態は本当に今いいです。いですから、凡打してる時もね、おとといの凡打もね結構やっぱり外野フライが多かったですね。ちゃんとスイングした中での角度を出してこういう凡打になってるんで、
ああいう打球ってね、ホームランバッターの凡打の仕方なんです。いいですね。だからこれから行くと、だからあのホームランがもっと出ると思うんですね。打球が上がり出してるんで。でもう少し、もう少しちょっと短くなんですけども、はい、ご紹介したいのは甲斐野投手ですね、はい、もう今シーズン初登板、いいピッチングしたんですよね、おととい。そうですね、あの160球でした、はい、すごい。自己最速3月に投げてたときと何が違うかというとね、うん、あの3月はね、ちょっとね、肩回りとかこの辺がね、このゆっくりなんかね、不安定にこう投げてたんだけども、今ね、あったかくなったかどうかわかんないけども、この辺がすごくしっかりしてきて、パーンとこう安定感を出して力を伝えていくんで、素晴らしいですよ、160球。なかなか160球ね、切ないし、ここからまたも頼もしい戦力が帰ってきたなと思いますけどね。今から勝ちパターンで多分投げると思いますね、やってほしいと思います。